神職によるストーカー殺人、担当警察の不祥事、そしてそれを追っていた記者の親友が。警察では公安のことを桜と呼ぶんですよね。信じてよ。信じたいけど疑いは絶対晴らすから、その時は謝ってよ。桜に頼む。奴らが協力すると思うから。地下に関する資料いただけませんか。素人がうろちょろするんじゃねえ。考えすぎるなよ。親友の疑いを晴らすため事件の謎に挑む。そこには決して触れてはいけない闇があった。全ての事件が重なるとき、一つの真相に導かれる。やっぱなんかおかしいですよ。死んでしまった命と今生きている命、守るべきなのはどちらですか。それでも前に進むしかないんだよ。警察官って何なんだろうな。そんな歪んだ正義絶対に間違ってない。信じるべき正義とは。朽ちない桜。1年以上前に撮影していたので、ちょっと懐かしさも感じているんですけど、ようやくお届けできることが本当に楽しみですね。やっぱり桜がモチーフになった作品で、本当の桜を撮りたいと監督がおっしゃって、蒲郡の方でロケをさせていただいていたんですけど、もう人生で見た中で一番美しい桜だったなっていうふうに感じていて、あの迫力がそのままこの絵に映し出されているように感じたので、本当に早く皆様にお届けしたいですね。実は一度目の共演の時が、ちょっと役柄もあってほとんど多分お話をしてなかったの で、ね、なんか二度目なのにちょっと初めましてみたいな、なんかありましたよね。こうそうですね。ただまあいろいろこう合間の時間とかも今回は割とお話はさせてもらってたんですけど、僕結構おしゃべりなので、なんか終わった後急にあれなんかめちゃくちゃ一人で喋ってた気が急にしてきちゃって、なんかうるさいやつだと思われてたらどうしようみたいなのを、なんか終わってからある日突然思いました。そうだったんですね。全然そんなことなかったです。本当にこう軽やかに現場にいらっしゃって、なんかこんな風にこうふわって舞い込んできてくれるりくくんが演じていたからこそ、なんかその肩の力が抜けていくような感覚があって、いてくださる日はすごくこう救われていました。ありがとうございます。よかったよかったですね。よかったです。ほっとしました。よかったです。もう目の前に立たれるだけでものすごくこう圧倒されるというか、自分の心がぐらっとしそうになる瞬間があって、でもそこにこう必死でついていく泉っていう人物をなんか想像した時に、泉はすごいなって思ったりもして、なんかでもなんかそこまでのこう、緊張感を抱けたことに、それは梶山さんっていう役を豊原さんが演じられたからだと思うので、いい緊張感をいただきましたね。柔らかいところもあるんですよ。もちろんなので今日この舞台挨拶の前に控えてる時間に初めてなんかこう笑って会話することができて、すごい嬉しかったです。良かったです。ありがとうございます。安田さんも会議室のシーンはやはりよく覚えてらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、はい、覚えてますね。まるで昨日のことのように。はい、ごめんなさい、嘘つきました。セリフだけ喋っててもね、なんだこの人って思われますんで、なるべく世間話もしようかなと思ってね、昨日何食べたとか、いい天気だねとかね、本番行きます直前まで話しかけちゃってね、若干集中力に欠けさせてしまって申し訳なかったんですけど。さてここでですね、少し本作にちなんだこともお聞きしたいと思います。キャッチコピーにもあります私を信じてですが、私のここを信じて、これは裏切らない、自信があるというところがあれば教えていただけますでしょうか。10分
分前到着ですかね、はい、10分前到着ですじゃあもう普通ですかでも遅刻されない、あの10分前行動心がけて何ですか、ちっちゃい声でどうだろうなって安田さんがそのまま安田さんどうだろうなというのは渋滞とかあるじゃないですか。そうです、それは あります、たまにあります基本的にはでもその10分前到着するようにしてますこれ以上もう出てこないですか自信がある、はい、ありがとうございます、はい、まあ、バスケットボール僕 NBA 見るのがすごい好きで、そうですね、だからウォリアーズを応援するっていうのは多分もう裏切らないと思います。それぐらいですかね、ちょっとあとはちょっと自信がなくてちょっとそうですね、酒飲んだ後に後輩に作る飯はいろいろと作るんですけども、バズレシピには勝てるんじゃないかなと思ってます。手羽煮たりとか、飯炒めたりとか。萩原さん後輩になりますけど役者として召し上がってみたいですね。いやそうですね、ちょっといつか、うん、その代わり朝まで飲むよ飲んだ後にちょっといただけたら嬉しいです私のここだけは信じて、はい、一緒に飼ってる犬に向き合ってる時の自分に嘘はないですね、人ほど不確かなものはないでしょう、はい、信じるから騙されるんですよ、勝手に信じてそうじゃないっていう時に勝手に腹立ててるんですよ、人間ほど不確かなものはないからいろんなエンターテインメントができるわけであって、僕はもう犬と向き合ってる時の自分だけですねいやいや、そのマイクを外して何かあったんかって聞かれてもあれですけど、僕はそこは自信あります。